お前は。わらわはネオ・ミネルヴァ、最強の魔導士として生まれ変わったのだ。さあ楽しもうぞ。ミネルヴァ、お前は。妖精に導かれし光の川よ、照らせ。邪なる牙を滅するためにフェアリークリッター。カット、風神の鎧剣、風神の剣、テイクオーバー、サタンソウル、セイラ、殴っちゃおっか。来て、エルフマン。姉ちゃんを守る。わら、わらわは最強の。お前は何と戦っているんだ。大魔党演武でのお前の非道な行い、納得はできんが理解はできる。全てはセイバートゥースのためではなかったのか。お前を殴るこの拳が泣いているんだ。こんな戦いに何の意味があるのかと。分かっておるわ、分かっておる。だからそなたの手でわらわを殺してくれ。
弱い。弱いから闇に落ちた。もうこんな体では生きていけない。頼む。お前はお前だ。きっと帰りを待ってる人がいる。忘れるな。これだから人間は生や死を語ることに悦を感じているのか。醜いな。何者だ。やれやれ、一掃したはずのゴミどもがまた湧き出したようだな。精霊を、余計なこと。幸い少しは時間がある。ゴミを自ら片付けるくらいは。貴様がマスターか。なんだこの魔力。まず一人。逃げれば。間に合った。遅くなっちまったな。迎えに来たぜ、お嬢。あんたのギルドはセーバートゥースだ。お久しぶりです。グルーム様。お嬢、一緒にギルドに帰ろうな。ギルドに帰る。この魔法の世界が終わるのだ。それもよかろう。止めはしない。フェイスは破壊されたぞ。一つだけな。エルザさん、ここに来るとき、いくつもの不気味な顔の像を見たよ。あれがフェイスなら、すごい数が地中から現れてる。なんだと。1時間。あと1時間で全てのフェイスが起動する。魔導パルス爆弾約3000機全てが、大陸中の魔力を全て消滅させる。バカな。ハッタリだ。フェイスは遠隔操作ができない。3000機を同時に起動させることなど不可能。確か議長と呼ばれている人間が遠隔操作の権限を持っていると記憶している。その議長は死んだ。我がギルドにはネクロマンサーがいるのだよ。死人の議長を操り、管制室でフェイスを起動させている。なんてことを。エルザさん、行ってくれ。フェイスを止めるんだ。ここは俺たちに任せろ。お嬢やレクターたちを頼む。エルザさんなら安心だ。こいつは俺たちが倒す。面白いことを言う人間もいるものだな。この冥王を倒す人間が。そうだ。やれやれ。